公共的スケルツォ、魔法使いの弟子は、フランスの作曲家ポール・デューカスが1897年に作曲した管弦楽曲。日本においては、通例、公共詩、魔法使いの弟子と表記される。極度の完璧主義者として知られ、自らが佳作と認めない作品は、生前に全て破棄してしまったデューカスは、わずかに13曲しか作品を残していない。この作品はそのうちの一つであり、したがって、デューカスの自信作の一つである。デューカスの最も有名な作品として知られる、ゲーテ作品集に載せられた絵。1882年頃、エスバースによる。ゲーテがサモサタのルキアノスの詩、嘘を好む人たちに基づき書き上げた、バラード、魔法使いの弟子の仏語訳を原点としている。老いた魔法使いが若い見習いに雑用を言い残し、自分の工房を旅立つところから物語が始まる。見習いは命じられた水汲みの仕事に飽き飽きして、ほうきに魔法をかけて自分の仕事の身代わりをさせるが、見習いはまだ完全には魔法の訓練を受けていなかった。そのためやがて床一面は水浸しとなってしまい、見習いは魔法を止める呪文がわからないので、自分にほうきを止める力がないことを思い知らされる。絶望のあまりに、見習いは、ナタでほうきを粉々にするが、さらにほうきの破片が新たなほうきとなり、水汲みを続けていき、かえって早く、水で溢れ返ってしまう。もはや洪水のような勢いに、手のつけようがなくなったかに見えた瞬間、師匠の魔法使いが戻ってきて、たちまちまじないをかけて、急場を救い、弟子を叱りつけるのだった。サモサタのルキアノスの詩、嘘を好む人たちフィロプスーズとでは、話の本筋は変わらないが微妙な差異がある。元の詩では、魔法使いは、とあるエジプト人で、ほうきではなく、乳房、最後に窮地を救うことは変わらないが叱りつけることは、なかった。1940年に、ウォルト・ディズニーのアニメ映画、ファンタジアに使用され、ミッキーマウスが、魔法使いの弟子役を、演技したことにより、一層有名になった。1897年に、ゲーテによる公共的スケルツォとして脱稿し、デューカスの出世作となった。ベルリオーズやワーグナーの流れを汲む華麗な管弦楽法、ベートーベンやブラームス、恩師フランクに影響された堅固な楽曲構成、イユー・ドビュッシーに明らかに触発された全音音階の多様など、伝統的な要素とモダンな要素が、相まって独特の魅力的な音響世界を作り出している。古典的な形式と新しい音楽語法との融合はラヴェルの成熟期の作風に先べんをつけたとみなされている。奏譜はデュラン社のほかインターナショナル社などからも出版されている。スケルツォと題されてはいるが、スケルツォ楽章に伝統的な三部形式やロンド形式によってはおらず、非常に自由なソナタ形式を下敷きとしている。緩やかな序奏に続いて、デューカスが好んだ9拍子による手舞が続く。ヘ単調。演奏時間は10分強。中心主題を使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット3、コントラファゴット、またはコントラバスサリュソフォーン1、ホルン4、トランペット2、コルネット2、トロンボーン3、ティンパニ3、シンバル、吊り下げ式シンバル、トライアングル、バスドラム、鍵盤付きグロッケンシュピール、ハープ、弦5部。ありがとうございます。